25年ほど前に購入した東芝の電気こたつ。消費電力は 100W から 500W と書かれていましたが、最大は 450W 程度でした。電化製品は起動時に表示の 1.4 倍、ものによっては8倍とかの電力を食います。このポータブルバッテリーは 300W 出力ですが、瞬間最大 600W まで使用できます。空冷ファンが回り始めました。このポータブルバッテリーは 300W を超えても短時間なら大丈夫なように設計されていますが、 300W を超える電力で長時間使うとバッテリーの寿命が縮みます。安全装置がないバッテリーなら出火してもおかしくはありません。電化製品を使う際には火事になりたくないのであれば、きちんと説明書を読みましょう。私はこのこたつを床にはアルミシートを敷き、掛け布団を厚くして熱を逃がさないようにした状態で1の温度でいつも使っていますので、56ワットの消費電力で済みます。このポータブルバッテリーで7時間程度連続使用が可能です。